はい、ザッピング通る。私はアリサの髪をさらりとすくった。しっとりとしなやかで美しい黒髪。ドキン、私はまたアリサの裸を想像してしまった。どうしよう。多分私今赤くなってる。アリサに変に思われなかっただろうか。岩風呂だ。奥の板戸を開けた。トールが声を上げた。贅沢。もう完全温泉宿モード。わわ、入ろ入ろ。覗いた夏美も舞い上がった。タクシー落ちてよかったね。バカ。松明の明かりの中に湯気を立てた岩風呂が浮かび上がっている。10人以上は楽に入れる広さだ。北の板壁には鬼の面がかけられ、その下の岩からきれいな湯がチロチロ流れ落ちている。最高、入りましょう。私たちは揃って生まれたまんまの姿となった。でも同性とはいえ、まだちょっと重はゆい。みんなタオルで隠すようにしている。3人一緒に風呂場へ入った。柔らかな硫黄の香りが裸の体を包む。わい、一番乗り。夏美は真っ先に、何？輸送？輸送へ走る。夏美、湯加減はどう？トールが聞いている。うん、ぬるめだけどちょうどいい。よし。何を思ったかトールはつつっと後ずさった。あ、助走をつけると、トールは綺麗なダイビングで身を躍らせた。人魚のような文句なしの死体が水しぶきを上げて湯をくぐった。まあ驚いた。とんでもないことを平気でする子だ。キャハハ、金メダル金メダル。夏美は喜んで拍手している。大胆すぎるわよトール。私は文句を言いたくなった。もしも真ん中に岩でもあったらどうする気？ああ、それ、言わないで。トールはまずいと見て、ダジャレで逃げた。うん、言わんばかん。夏美がまたそれへすぐ乗る。まあ、呆れた。言わんや、言わく言いがたし。こうなったら私もそう言うしかない。私たちは久しぶりの爆笑となった。なんだか気持ちがハイになっている。でも気持ちいい。湯の中で思い切り手足を伸ばす。今までのことが嘘のようだ。極楽極楽。ご機嫌なトールは古風な言い回しをする。まさかこんないい思いができるとはね。私は3度も死ぬかと思ったよ。本当よね。タクシーが落ちたり、命まで狙われたり、人生の恐ろしいことみんなやっちゃったみたい。けどまだわかんないよ。夏美はいたずらっぽく目をクリクリさせた。犯人はこのすぐ近くまで来てるかもしれないし、料理にはデーンと鬼首焼きが乗っかってるかもしれないし、血だらけの熊の生首料理なんかが出るかもよ。あはは、今なら何でも食べられそうよ。不思議と全く怖くない。私たちはみんな機嫌がいい。これはこの温泉のせいだろうか。軽く一杯飲んだ時のあの気持ち、はあ、しばらく嫌なことは忘れられそう。けど腹減ったね。さっと洗って早く上がって、後でゆっくりともう一度入り直そうよ。そうね、それがいいわ。泣くこと腹すきっぱらには勝てない。私たちは3人並んで髪を洗った。シャワーはあるし、湯上がりも出る。上がり湯も出る。なんだよ。ボディーソープもシャンプーもかなりの高級品が揃えてあった。私たちはますますご機嫌になる。わあ、このお風呂ならビップにも対応できるわね。あはは、つまり私たちがそれだってことよ。あら、びっくり。私は思いっきり泡を立てた。黒髪が小気味よくキシキシとなる。
でもさ、私たちって。隣の泡の中からトールが笑った。結局みんな男に与えるタイプだったんだよね。男の選び方が下手だっただけよ。なんだか愉快になっている。与えられる愛だって私は好きよ。そりゃ僕だって好きだけど。夏美はゴシゴシ泡を飛ばして、あいつ本当に何も与えちゃくれなかったな。しかし私らってなんでこうも似てるのかね。トールはケタケタ笑い出した。私らの3人の彼って違うのは名前と年号、年齢だけって感じだぜ。あら、その年だって。私は泡で角隠しを作った。私は彼が死んだ去年の年で言ったから生きていれば今年27。トールの彼と同い年よ。そんなら僕の彼だって。夏目は頭を鉄腕28号にしている。歳はサバ読んでたかもしれないし、しんないしね。あいつもともと嘘つきだったから。ははだったら名前も嘘だったりして。軽い冗談のつもりだったが間ができた。私たちはしばらく無言で髪洗いをして泡を流した。酔ったようないい気分だったが、私の中でゆっくりと何かがつながっていく。よし、出よ。ザパッとトールが湯をかぶった。お先。綺麗な背中とお尻を見せてさっさと出ていく。なんだか突然だった。どうしたのかしら。トールは湯あたりでもしたのだろうか。ザッピング覗いていく。さっきからアリサの裸が眩しい。わずか30センチの隣にあった。肌のぬくもりまで感じられる近さ。見ないようにしていたが、なんだか高揚してくるし、息苦しくってもう限界。アリサや夏美は変に思っただろうか。それとも彼のことでも考えたのだろうか。アリサ、僕ももう出る。もう腹ペコ。夏美も上がっていった。こっちの理由はわかりやすい。そういえば確かにお腹が空いている。私も急いで出ることにした。脱衣室へ入ると、トールと夏美が変な形で向き合っていた。あら、どうしたの二人とも。あ、ううん、別に何でも。僕たちなんか髪を乾かすものないかなって。夏美はなんだか取ってつけたように言って、わざとらしくあちこちを探し始めた。だったら何か身につけてからにしてね。すっぽんぽんでにらめっこなんかして。二人ともあまりにも脆すぎるわ。私は浴衣を身につけた。妙にトールを意識してしまう。なんだか素肌を見せていることが恥ずかしい。わ、ほら、あった。夏美は鏡の奥の隠し戸棚を見つけて、そこからヘアドライヤーを引っ張り出した。ガハハ、探し物名人でしょ。僕絶対あると思ったんだ。私はそれを受け取った。スイッチを入れるとちゃんと作動する。よかった、電気も来てたのね。私たちは順にそれを使って髪を乾かす。自慢の黒髪はこれでやっと生き返る。考えてみりゃ、こんな山の上だもの、水道があるってことは電動ポンプがあるってことだったんだよ。松明や食材はあれ、わざと風流でやってたんだね。さすが風流人、源の通るの土地柄よね。はい、風流木を訪ねて、新しきおしるこ、キャハ。夏美は相変わらずのダジャレことわざ。ふと通ると目があった。なぜかドキリとしてしまう。だって通るのその目が露骨だったんだもの。こう初めて見るな。何を見てるの、トール。照れ隠しに私は聞いた。なんだか体がほてってる。あら、私ったら少し変なのかしら。ザッピング。ヘアドライヤーのおかげで、アリサの濡れた黒髪もたちまちしっとりとした艶やかさを取り戻した。それが浴衣姿によく映える。
ああ、湯上がりのお色気。それに、あの唇。ああ、このときめき。いけない私。ドキン、見つめられた。アリサにバレてしまったかな。うん、さっきの話の続きだけど、トールは私の視線を交わすように言った。ねえ、私たちの彼って、名前にも共通点があると思わない？へえ、どんな？これ、さっきアリサが名前のことを言ったから急に気がついたんだけど、アリサの彼が岸明でしょ？夏美の彼が畑谷当時、私の彼が岸川トール。ええ、それで？トールは何を言いたいのだろう。アキラ、トウジ、トール。ねえ、この名前、これって全部同じ読み方ができると思わない？は。私は思わず声を上げてしまった。そういえばそうよね。私の彼はアキラだけど、普通はこれ、トールと読むわ。夏美の彼の名前だって、トウジの他にトールって読み方がある。あ！今度は夏美が飛び上がった。苗字もだよ。僕の彼の旗や、これ騎士鮮明の騎と一矢報いるの士で騎士って読める。そうすると3人は騎士、騎士、騎士川ってみんな騎士になっちゃうよ。なんという偶然だろう。3人がここまで一致するなんて。ねえ、私はもう一つ不気味な符号に気づいた。これは偶然よね。私たちの彼が騎士で、この花つなげると彼岸花になっちゃうなんて。ゴロ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 。なんだか何もかもできすぎだわ。偶然もここまで重なるとね。私たちをゆっくりと恐怖が包む。ねえ、なんかの気配が来る。早く出よ。夏美がゾクッと身震いして急に叫んだ。早く急いでここを出ないと。その時、戸口に人の気配がした。ぷぅ、ぎゃ、お篠様。だが、それは篠だった。まあ、皆さん、どうかなさいましたか？いいえ、ごめんなさい。私は急いで取り繕った。この子ったら、怖がりで、人に様をつけて驚く癖があるんです。まあ、面白いことを。偶然、篠も、お篠様だ。お食事のご用意が整いましたので、お知らせに上がりました。あ、はい。それから、お脱ぎになったお召し物は、そのままにしておいていただければ、後からドライクリーニングしてお届けいたしますので。まあ、それは助かるわ。私はポケットから携帯を取り出した。それじゃお願いします。ああ、僕も。私も頼みます。夏美もトールも同じように携帯を取り出して、浴衣の懐へ収めた。怖いことには出会ったが、なんだか気持ちがまだ楽しい。私は先に立って綿殿へ出た。こんなに気分がいいんだから、怖いことはしばらく忘れて楽しいことだけ考えましょうね。楽しいことはこの先にある気がした。ね、ちょっとあっちを見に行かない？湯殿の西の滞納屋を回り込む形で西注文楼へつながっている。真ん中に西の注文、その先の突端が西釣り殿だ。わあ、見たい。でも怖い。夏美が尻込みしたが、今の私は気にしない。さあ行くわよ。ハイな気分が私を引き立てる。待って、アリサ、私も行くよ。トールもすぐについてきた。注文楼は西注文のところで途切れている。西の注文かな。えい！
私は一歩だけ地面に足をつけて、その谷間を渡った。甘い。トールは助走をつけて、と、一間ほどの門幅を軽々と飛んでいる。殿、水産。ぬぬ、お主できるな。お褒めちょうだい、痛みいる。私たちがふざけ合っている間に、やっと夏美が追いついてきた。私たちは釣り殿へ出た。わあ、こうなってんだ。20畳ほどの板敷きが池へ突き出して、そこで釣りが楽しめるようになっている。でも広い池だよね。平安の貴人たちは池に小舟を浮かべて船遊びなんかまでしたんだってね。やっぱり昔の人の方が風流で優雅だったのよね。中央に浮かぶ島の向こうは東の釣り殿だ。神殿の正面にあたる中島の向こうには自然をかたどった月島が月の光に照らされている。あら、私は柱に妙な文字を見つけた。羅海。羅海、何のことだろう。子供の落書きみたいに稚拙な文字だ。この寺に子供なんかいるのだろうか。その時、夏美が声を上げた。わ、焼き釜はあんなところにあったんだ。これが篠の言っていた焼き釜か。西の中門の外側でこじんまりした釜が今もゆったりと白煙を上げている。あ、夏美が小さな叫び声を上げた。え、どうしたの夏美。今、煙の中に坊主頭の影が。え？そんな人影はどこにもない。いないわよ、そんな人。また夏美の気のせいよ。うん。夏美は不服そうに黙り込んでいる。一体何を見たのだろう。はい、ザッピング。でも、僕は見た。坊主頭、角張った顎、広い肩幅のシルエット、ぎょろりとした目まで見えた。僕はその男と目が合ったのだ。あ、アリサ。トールがいきなり引っ張った。まあ今度はトール。違う、あっち。トールは月山を指している。あの木の影、なんか白いものがスーッと。やれやれ、またトールと夏美の白と黒の恐怖。私はおかしくなった。風邪よ。出なければ犬か猫。私はそう決めつけたが、トールも不満げ。本当にそんなものを見たのだろうか。言ったでしょ。怖いことは考えっこなし。いい？見てて。さっきのトールに負けてはいられない。私は助走をつけると、西の中門の谷間を今度はひらりとひとっ走し、ひとっ飛びに飛んだ。どう？やるじゃん。あたしも行くよ。トールもすぐに楽々飛んでくる。お主できるな。痛みいる。夏美だけはパタパタとスリッパの音を立てて渡ってきた。ああ、ごちそうが楽しみだね。ほんと。ああ、私の胃袋も食事のことしか考えていないようだ。えへへ、アリサ、これでお肉首焼きさえ出なければね。トールはわざわざ余計なことを言う。こら、そういう話はなしだったら。三人並んでは東の渡殿を渡る。下の側を覗くと魚影があった。わあ、見て、鯉がいる。え、どこどこ？トールが寄ってきた。本当だ、錦鯉。夏美も叫んだ。でも
動かないね。鯉は流れに沈んでいる。きっと眠ってるのよ。眠れる鯉の秋のんびり。滝登りのシャレのつもりだったが、夏美のようにはいかない。あはは、眠れる鯉、終わった鯉より風流だね。ねえトール、終わった鯉、私はふと気になった。前から聞こうと思ってたんだけど、トールはトール、彼も同じトールでしょ。お互いを呼ぶときは何と呼び合ってたの？ああ、それは苗字で。まあ苗字を呼び捨てで。うん、略して。私は彼の岸川を略して岸って呼んでた。ふん、で彼は？私の水も源を略してミナ、それをかっこつけてミーナって。キャー、キッザ。きっと一番うまくいっていた頃の話だろう。じゃあアリサは？私は普通に呼んでたけど、向こうは私をポコって呼んでた。ポコ？あ、どうして？ほら、私たち幼馴染だったから。うん、小さい頃私は自分のことを夏美みたいに僕って言ってたらしいのよね。でも舌が回らなくってポコって。それで親戚中が私のことをポコって。あはは、へえ、そうだったの、ポコ。ええ、そうなのよみーな。私たちは明るく笑い合った。人には様々な生い立ちがあるものだ。私は夏美が気になった。はい、夏美ザッピング。僕は笑うどころではない。全身から一度気に血が引いていく。ポコ、ミーナ、ポコ、ミーナ。ああ、それはこの二人のことだったのだ。気づいてしまった、夏美ちゃん。ちなみに夏美はなんて？振り返ると夏美の顔色が悪い。あら、どうしたの？僕貧血みたい。お腹が空きすぎて。夏美は油汗まで浮かべている。バッカだね。トールはぐりぐりと夏美の頭を撫でた。よしよし、早く行こうな坊や。そうね、お腹はうんと空かした方が美味しいから。私たちは夏美の肩を抱くようにして部屋へ戻った。わあ、さっきまでの和室は控えの間だったらしく、奥の襖が開かれていて、その向こうには30畳ほどの座敷だ。その真ん中に置かれた座卓へ、いっぱいのごちそうが並べられている。まあ、おいしそう。わお、ゴージャス。走り込んだ私たちは、あっと棒立ちになった。北側に広い床の間が設けられていて、そこに掛け軸がかけられ、その下には、抜き身の日本刀と五つ玉の大そろばんが飾られていた。左右の大花瓶には、ここでもあふれんばかりの彼岸花が生けられている。その掛け軸の絵がものすごい。たくさんの墓の上に、浮かぶ生首。横向きの女の生首が墓場の上を飛んでいる。構図的にはただそれだけのことなのだが、それが身の毛がよだつほどに怖い。長い髪の毛の生首は、長い髪の女の生首は目を閉じ、口からは糸のような血を垂らしている。墓場には三つの魂人玉が燃えている。ただそれだけなのに。これ、東東院の幽霊画よりも怖いよ。トールがかすれ声で言う。どこがどうという、どこがどうというのではないのにね。私も囁くような声しか出ない。女の表情は綺麗だし、墓場も人玉も、それぞれに見れば綺麗に描けている。それなのに、全体で見ると身動きできないほどの戦慄が走る。それが一番怖いんだよ。
こういう絵とか階段は何でもないのが一番怖いんだって。夏美も真っ青になって震えている。うわ、久々に来たね。 A、 私はその絵を見ないようにした。 B、 私はその絵に負けたくない。 C、 私はその絵と勝負してやる。今日はここまでにしたいと思います。すみません、申し訳ないです。ちょっと喉がね、いろいろと辛い状態になってきたので、今回のアンケートだけ取って次回につなげたいと思います。すみません。はい、受付終了しました。ごめんね。あー、ほんと最後に間違いをしてしまいました。受付終了しました。で、最後 A をいただきましたんで A を選びたいと思います。さあぞ、気味がお悪いでしょうか。いきなり声がしたので私は腰抜かしそうになった。振り返ると志乃が控えている。どうぞこらえてくださいませ。この掛け軸を外すとひどいたたりがございますので、他へは移せないのでございます。